いえいえ、気持ちはわかります。私もこんな大きな町初めて見ましたから。そういえばちゃんと聞いてませんでしたが、座敷屋さんの課題ってどんなものなんですか？それはねえレスナ、一人前の錬金術師ってどんな錬金術師だと思う？何でも調合できること、多くの人を助けられること。確かに何でも調合できていろんな人を助けられたら、それは立派なことだと思う。でもそれよりもまずね、一人前になるためにできなきゃいけないことがあるの。それは錬金術でお金を稼いで生きていけるようになることよ。ですな、私の弟子になってから8年、そろそろあなたも一人前になる時よ。この課題を達成して、私の弟子から見習い錬金術師から卒業しなさい。ということで、師匠の力を借りずにオートで錬金術の仕事をこなしていくこと、それが師匠の課題です。それなら仕事をする場所を探した方がいいですね。きっと仲介してくれるところがあるはずです。手分けして探しましょう。